さんにご紹介いたします。ケチャはインドネシアのバリ島で1933年に作り出されたゲームです。バリ島にもともとあった呪術的な愛し系のサンヤとラーマーヤナ物語と結びつけて作られました。はじめはオナという村で始められたんですが、これがやってみるととっても面白いというのであっという間にバリ島中に広がり、今ではケチャという芸能はバリの人たちはもちろん、バリ島に観光で訪れる人たちも必ずどこかで見たり聞いたりしていると言われるほど有名な芸能になりました。ケチャは最初に猿の軍勢たちが登場します。口々にチャ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 という叫び声を上げ、16ビートのリズムを刻みます。ケチャ上演中はずっとこの猿の軍勢の刻む16ビートのリズムに乗って物語が進みます。物語はきらびやかな衣装を身につけた踊り手たちが円陣の真ん中で踊りで表現をします。はじめに登場するのはビシヌの神の化身ラーマ王子とラーマ王子の妃シータ姫です。シータ姫のあまりの美しさに心を奪われた悪の王ラバナは金色の鹿を踊りにしてシータ姫をさらってしまいます。ケチャのお話ではさらわれたシータ姫を救い出すべくラーマ王子と弟のラクサマナ王子の軍勢対ラバナ王とラバナ王の息子メガナナの軍勢の戦いが繰り広げられます。また物語の進行に合わせて途中で猿の王アノマンや神の鳥ガルーダなどさまざまな動物たちが登場します。ケチャの戦いはどちらが勝つとも決着がつかないまま終わるというのも一つの大きな特徴になっています。それではお待たせいたしました。準備が整いましたので。